五頭の虎たちは劉表を城陽から追うことに成功した。しかしその戦の中、孫権が敵の矢を受けてその命を落とす。悲嘆の中、孫策は軍を取りまとめ袁術のもとへ帰還する。しかし袁術は功をねぎらいもせず、5年もの間孫策を飼い殺しにした。このまま袁術のもとにいては虎の牙が抜け落ちる。危惧した孫策は伝国の玉璽と引き換えに身の自由を袁術に要求。袁術は二つ返事でこれを承諾。孫策は自らの戦いへと踏み出す。まずは本拠を得るため、扶蘇伝来の地五郡を清算。孫策とその友周瑜は自分たちの時代の到来にたぎる。それを見つめる宿将郊外も若き虎を支えんとたける。高騰五軍に熱き虎たちの方向がとどろこうとしていた。やらいでか、高校服生涯最前線よ。袁術のもとにいたときはヒヤヒヤしましたよ。孫策様が腐っちまうんじゃないかって。太史寺という書を知っているか。敵の劉陽配下の猛者らしい。一本気で義理堅く、部下からも慕われている。だが劉陽からは礼遇されてるんだと。なんでだろうな。うちの孫策様なら誰とでも仲良くするのにな。孫家には代々仕えてきた宿将がいる。郊外様、定府様、あとあの目の細い三人目は誰だったか思い出せんな。まあいいか。孫権殿亡き今、我らは一丸となって孫策殿を支えます。孫子兵法を学んでおいても損しないですね。ここで勝てば私たちにも寄って立つ地が。なんだか楽しみですね。敵はまだ防備を固めきっていない様子。急ぎ進軍した甲斐がありましたな。姫様はどんな男性に嫁がれるんでしょう。今のところ想像つきませんね。蓮氏様は没落した豪族の娘さんとか、きっといろいろ苦労なさったでしょうね。でも今は武芸の腕を買われて姫様の護衛。孫家も粋な計らいをするんですね。姫様、孫権様はどちらに？天人様は今別のことで動いてるんですって。後で合流するはずよ。でもなんで？蓮氏、いつも賢人様のことを気にするわよね。ああ、いえ、そういうわけではないのですが、姫様とはまた別の意味で目が離せない。なんとなくそう思ってしまいます。ちょっと何よ蓮氏、私のこと危なっかしいみたいに言わないでよ。賢人様と関東は後から来るみたい。それまでは私たちで頑張らなきゃね。姫様は命を懸けてお守りいたします。それが私にできる孫家への恩返しですから。呉は孫家の祖たる孫武様ゆかりの地。いわゆる孫子兵法はここで表されたそうです。それから代を重ね今の孫策様がいます。いやそりゃ戦上手なはずですね。私には分かるんです、蓮氏様の心の中にどなたがいるのか。そう、孫権様、あの方です。ああ、しっかりした女性の佐賀ですかね。蓮氏様のあの包容力、私も守られたい。悪いな、周遊、
俺たちの戦、こんなところからになるとはな。いや、孫作、私はむしろ嬉しく思う。孫権殿の地盤を継ぐのではない。君と私とで、一から天下に乗り出すのだから。ありがとうよ。やっぱお前がいてくれると頼もしいぜ。さあ、まずは寄って立つ地を得よう。そして、それはやはり、ここ五軍であるべきだ。ああ、ここは俺たち孫家ゆかりの地だ。今は他の奴らが割拠してるけどな。それらを倒し、孫家の名を轟かせる。五軍の民は喜んで君を迎えるだろう。だな、やることは分かってるんだ。あとは突っ走るだけだぜ。剣や関東たちもすぐに来てくれる。さあ始めようぜ、俺たちの戦いは。末領城はこもって出てこないのか。拠点を落とし揺さぶりをかけるとしよう。わしは兵糧庫を落とし、君の役目は若者には退屈だろうからの。お見事です。
勝！高幸福が討ち取った！
ましたな、孫策殿。竜陽殿、すまぬ。俺は武人として、男として堂々とありたいのだ。故に今日からのこの命、孫策殿に預けるのだ。ありがとうよ、太子爺。見よ、孫策。これが君の地、そして君の将兵だ。ああ、ようやく実感が湧いてきたぜ。俺は立ったんだな、孫家の王座として。みんな、今天下は乱れちまってる。正直この先どうなるか分かんねえけど、いや、だから俺はお前たちと一緒にやれるところまでやってみて。孫騰五軍に孫家あり、俺たちは孫武だ。おー